よりみつよしあきは、日本のジャーナリスト、政治家、衆議院議員総選挙に、通算3回当選した。よりみつしげよしの三男として、高知県旗群、屋内村泊裏に生まれた。カオルの沢小学校を卒業した後広島、小学校高等科に入学、同校卒業後は、高知県立第三中学校に入学した。県立三中の四年児を、 終了後先週大学政治経済科に入学し、同大学卒業後読売新聞社に入社し、後に同社政治部長に就任した。1927年12月に、時の内閣総理大臣、田中義和の内閣初期官長だった、鳩山一郎らに認められ、朝鮮総督、山梨半蔵の秘書官に就任。だが、山梨の側近らと意見が合わず秘書官を辞して帰郷。 1932年の第18回衆議院議員総選挙に、故郷の旧高知日区から立憲政友会公認で立候補し初当選。4年後の第19回衆議院議員総選挙では時点に終わったが、1937年の第20回衆議院議員総選挙で2度目の当選を果たした。1939年の政友会分裂に、際しては、 鳩山役原房之の助らと共に政党派に組みした。政党解消後は、翼産議員同盟に所属し、1942年の第21回衆議院議員総選挙では、翼産政治体制協議会の推薦候補として当選。その後は、翼産政治会、大日本政治会に所属した。また外務参与官、陸軍参与官も歴任し、終戦後は、 東国の宮内閣の政治顧問を務めた。終戦後の政党復活に際しては、旧政友会政党派時代に、頼光が党内でも区原に近かったことから、旧政友会政党派内の鳩山系議員が、中心となって決闘した日本自由党にも、休日政会所属議員が決闘した日本、新歩党にも参加せず、頼光と同じく、区原系の岡田忠彦、つくも国立、 西村茂雄、東場ただし、日形鯨と共に無所属を貫くと見られたが、頼りは、旧小原系の議員らとたもを分かち進歩党の決闘に参加した。日政会を母体にしたとはいえ進歩党所属議員の大半は、政党解消以前は、立憲民政党、声優改革新派、声優会統一派に所属しており、 生友会政党派に所属していた議員で、新歩党決闘に参加した者は、頼り以外では、井野の森へ、西川定一、綾部健太郎、高畑亀太郎、中井和夫、三好信夫さんの6名のみである。また、頼りと同じく戦前生友会政党派に所属していた、三土忠蔵は新歩党と連携し、新歩党が与党となった、し原内閣にも入閣したが、 新保党の決闘自体には参加しなかった。なおこの時、み光と手元を分かった、旧久原系議員の岡田、つくも、西村、東条、日田良は、旧五国同士会所属議員や旧、翌総議銀同士会所属議員らと共に、院内会派の無所属クラブを結成した。翌3選挙で推薦候補だったため公職追放。追放解除後は、 日本再建連盟の常任理事となり、1952年の第25回衆議院議員総選挙では、再建連盟公認で、旧高知県全県区から出馬したが辞典に終わった。1955年の第27回衆議院議員総選挙では、日本民主党公認で、1958年の第28回衆議院議員総選挙では、無所属で出馬するもともに落選し、 政界から引退した。政治活動の傍ら母校、専修大学の専務理事、理事長も務めた。ありがとうございます。